はい、水石です。今日はですね、ちょっとね、国際男性デーっていうのがね、世界的にあっているいてですね、それの中で琉球新報がね、沖縄県民の男性に対してアンケートを取ったっていうのがね、あって、まあ、どんなアンケートかっていうと、沖縄独自の文化について性別役に分担するべきと思うかとか、あとまあ、男性がゆえにね、生きづらさを感じた沖縄独自の文化があるかとかね、そういうのを話してて、で、そのね、結果、アンケートの結果っていうのが、沖縄の長男の人っていうのは結構重圧も、まあ大変さも多いよねっていうのが出てたんですよね。だからそれで、ね、たまたま僕がね、長男なんですよ。だからね、まあ本当にどんな感じなのかっていうのをね、ちょっと今回話したいなと思うんですけど、まあちょっとね、回答した人たちっていうのは40代から60代が 77% なんですよ。だから僕らの件もちょっと上の世代の人たちが、主に回答をしているんですけど、まあね、もうちょっとね、詳しく内容を話すと、沖縄特有の文化で男性ゆえの生きづらさを、まあ、頻繁に感じる、あとはたまに感じるって答えた県民が、長男の場合は 38.5% で、長男以外ですね、次男、三男とかね、そういう人が 27.5% ってことで、これで10ポイントぐらい差が出てるんですよね。で、特に頻繁に感じると答えた人っていうのが、まあ、12.6% が長男で、それ以外の人たちって 3.5% だったってことで、やっぱり、長男の人っていうのは、かなりね、負担を感じてるよっていうのがね、アンケートで出てました。で、まあ、どんなのがね、あるかっていうのの中で、さっきもね、生きづらさを感じた沖縄独自のね、文化って何があるのっていう時に、まあ、一番、旧盆ね、とか、あと、仏壇位牌の継承だったりとか、あとは、正月とか、シーミーとかね、そういう独特の文化ありますね。ああいった時に、ああいうのを、で、生きづらさを感じてるよっていうことだったんですけど、まあ、もうちょっとね、具体的に今から、話していきたいなと思うんですけど、一個、ちょっとあるのが、リアルなね、ところちょっと話していくとね、僕も長男じゃないですか。だけど、また、弟は四男なんですよ。四男の長男と、これ多分ね、長男の長男は全然違うんですよね。弟なんか長男っていうと、弟が長男で、おじおばあなんかいた長男で、自分も長男っていう時は全然違うんですね。そのあたりはね、ちょっとまあ、違うよっていうのと、あと、まあ、これも地域によって違うのでね、まあ確かにあれですけど、今回出てるのは多分ね、長男家の長男だと思うんですよ。だから、そこはちょっとある程度ね、ちょっと見てもらう。それはあるんでね、また話していくときに分かると思うんですけど、長男の長男が一番大変だよって話があるんだね。はい。で、例えばなんでね、旧盆とか、あとまあこういう行事、独特の文化の行事が大変かっていうとね、県外とちょっと違うところっていうのは、お盆とかっていうのも、基本的にね、仏壇に集まるんですよ、仏壇あるところに。だから、例えば、今回だと、長男の、弟が長男で、おじおばあがいた、まあ大体2世帯だったりとか、まあそこの、仏壇がありますよね。で、そこのところにみんなが行くんです。親戚、四男だと、ワッタンみんな全員行くんですよ。だそうすると、そこでご飯も食べるし、お酒も飲むし、なんかまあ、いろいろね、おもてなししないといけないじゃないですか。だから、それで、ね、お供え物も準備したりとかしないといけないから、長男の、男の人はおもてなしして、で、奥さんがね、全部準備するっていうのを中心にやらないといけないわけですね。だから、デイジ大変だよっていうのがまずあるんですよ。仏壇ごと全部やらないといけんからね。だからもちろん手伝ってもらうとかって、ね、全然あるんですよ。全部一人でやるわけじゃないんですけど、手伝ってもらうときも全部中心でやらないといけないんで、これこんなやってやろうね、こんなやってやろうねってやらないといけないし、もちろんお金もそうだしね。だからそういうのも全部やらないといけんから大変だよっていうのがあるんですよ。だからこれがお盆だけじゃなくて、正月、シーミー、旧正、七夕、やるところとやらないところあるけどね。で、そういうところを全部やらないといけないわけですよね。で、冠婚葬祭もそうだし、地域行事もやらないといけないとか、まあそういったのもあるんでね。だからそこがデジ大変だよっていう話なんですよね。で、その中でも、まあやっぱりね、まあ旧盆選んだ人が一番多いっていうのなんですけど、まあ確かに旧盆デジ大変なんですよ。3日間あって、しかもこれ仕事もやらないといけないから、仕事もやりながら、で、来てくれる人たち、いつ来るかもわからんから、ずっとちゃんと、準備しとかんといけんから、準備しておいて、で、それでおもてなしすると。で、まあ、お酒も飲むしね、男の人毎回飲むし、おもてなしするしってなると、デジ大変だ。だから、これは確かに、この毎年だし、変われんからね、なかなかね。だから、それが大変だよね、ってことなんですよね。で、お盆とか、お盆だけじゃなくても仏壇ごとね、
っていうのはね、やっぱちゃんとやっておかないといけないし、そういうことで、まあ、冠婚葬祭とは切り離せないですからね。だからそういうのを全部、まあ、一手にやらないといけないっていうのが、まあ、基本的には長男の人がやるっていうのがあるので、それが D 字大変だよねっていうのが、もうほとんどの人たちが、大体今、長男の負担の大きさっていうのがね、アンケートに表れてるよねっていうのが出てました。で、じゃあ実際終わったらどうかっていうとね、いや、本当にね、長男家の長男、絶対大変だと思いますよ。大変だと思う。で、割ったとか四男なんでね、まあ自分なんか弟なんかが亡くなって仏を持つってなったら、もちろんね、それはね、大変だと思うんですけど、長男家の長男って言うとね、おじおばなんかの仏を全部、ついでくるわけですから、そしたら、おじおばに手合わせに行くって言ったら、もちろん長男家に行くわけですよ。だから、そしたらみんながね、こっち来るからね、そしたらもうみんなが来て、で、それで、おもてなししないといけないっていうのがあるので、まあ、もちろん長男、大体は大変ではあるんですけど、長男家の長男ってのは特に大変だよねっていうのはありますよね。うん。今でもあったもそうですからね。うん。な、それはあるっていうのと、あとね、まあ何気に、九章とか、あと、シーミーとかも大変なんですよね。うん。さっきあったみたいに、やっぱりまあ、準備しないといけないとか、おもてなしするときにね、仏壇に来てもらうときっていうのはみんな、何かした準備しとかないといけんからね。で、いつ来てもいいようにってなると大変じゃないですか、やっぱ。うん。だそういうのがあるよっていうことですね。で、まあ、あともう一つは、まあ、地域行事っていうのもあるんですけど、これはね、まあ、一応全部が全部じゃないんですけど、長男だけではないんですけど、やっぱ、行事に出ないといけないじゃないですか。行事っていうのがあるんでね。で、渡のところはちょっと田舎団のところだから、まあ、藩があったりとかっていうところもあってね。地元っていうか、大人のところですよ。だからそういうところにちょっと手伝いに行ったりとか。まあ青年会もそうですよね。青年ってのは若い人たちですけど、青年会もそうだし、あとはまあこういう班だったりとかね、そういうのを手伝いをしたりとかっていうこともある。だからそういうのっていうのはやっぱりね、まあ地域の行事って、まあ長男だけじゃないですけど、一応まあ関わってる人たちっていうのはそういうことがあるんでね。運動会や、地域の運動会やるとかね、手伝いに行かんといけんとかね。ただ行きたくないっていうことはできないわけですよ。だからまあ、その時も多分言われるんでしょうね。やっぱね、長男だからって言ったらね。うん、そういうのもあるのかもしれないけど、まあ、そこは長男だけじゃないかなと思うんですけどね。で、あとはまあ、他にもね、いろいろね、まあ、いろんなね、男性間の関係とかっていうのも、いろいろ回答はあるんですけど、特にね、今回沖縄の県では、長男男性が、長男男がね、大変だよっていうのが出てたので、ね、ちょっと話したんですけど、まあ、こういうね、沖縄独自の文化のね、継承っていうのを、まあ、ちょっとね、やりすぎやんにと、もうやらんでもいいやんにっていう風になってるっていう段、なんかことをね、もうちょっともうやらんでもいいんじゃない、こんなにはやらんでも大丈夫じゃないっていうのが、55% の人が一応回答してるんですよ。だから、割ったりも上の世代の人たちが、もうちょっとこれ、もうやらんでもいいんじゃない、ここまではっていうね、例えば男性がまあ仏壇前に行ってからおもてなしして、女性が台所でね、集まって食事出すとか、そういったのをね、やりすぎなくてもいいんじゃないっていう感じでなってます。回答されてます。だからね、まあちょっとこれも変わってくるんかなとは思うんですけどね。はい。だから、今ね、嫁いでる人たちとかもよく言うんですけど、まあここに来てるね、沖縄移住してから、嫁いできて移住してる人たちの話とかも聞いたりとか、終わった友達とかもね、移住し、奥さんがね、県外の人とかっているんですけど、やっぱりちょっとびっくりするんですよ。旧盆だし、仕事よりも大変とかね。一応まあ、そこまでなのかどうかってあれですけど、やっぱコミュニケーション取らんといけないじゃないですか。だから苦手な人とかは大変じゃないですか、やっぱ。旦那さんの兄弟の奥さんと一緒にやらないといけないとかね。兄弟と一緒に、やっぱ仲良くうまくやらないといけないとかって、大変なんで。だからその辺にね、ちょっとなんか苦手な人っていうのは、やっぱりどうしても、ちょっとあんまりうまくいかんとかね。行きたくないですさってなったりとかね、大変だなって思うのはもちろん絶対あると思うんでね、まあ、その辺っていうのは長男関わらずですけど一応あるのかなと。ただ長男の奥さんになったってなったら、確かにもうおもてなしもしないといけない、準備もしないといけない、全部ね、そういうものも一生懸命やって、で中心になってやらないといけない、仕切らんといけんっていうのもあるからね、ちょっと大変だなと思うんですけどね。はい。まあそんな感じですね。ちょっとリアルなところどうかっていうところもちょっと話したんですけど、まあ沖縄のね、長男男性の、まあ、文化っていうのもね、ちょっとまあ薄れていってるっちゃ薄れていってるのかなっていうのもあるので、まあ今後はね、そんなにまあちょっと残っては来ると思うんですけどね、そこまで強くは残らないのかなと。昔までね、ほんとデジーやっていう人たちもいっぱいいたみたいですけどね。今ではちょっとね、まあ上の人たちもね、もうちょっとこれもうちょっと緩めてもいいんじゃないって思ってるぐらいなんでね。まあちょっとなくなってくるのかなと思います。はい。まあこんな感じでね、ちょっと
まあ、本当のとこどうなのっていうところもね、ちょっと話しながら今後もね、出していければなと思ってるので、まあ、いろいろね、コメントとかも書いてもらって、地域によってもね、差があると思うんで、こんなでよとかね、書いてもらえればなと思います。はい。じゃあ今日は以上になります。